ラファエレ・マイエットは、イタリア・チェ・ラ出身のサッカー選手。フロジノーネ・カルチョ所属。ポジションは MF。SSC ナポリのプリマベーラ在籍時にトルネオディ・ビアレッジョで活躍。ベスト8の US サスオーロ・カルチョ戦で PK を決めるなど、この大会で2得点を挙げる。もともとディフェンダーの選手であったが、プリマベーラ時代のイヴァン・ハウスティーノ監督の下で、 ミッドフィールダーにコンバートされ、才能を開花した。現在は、ディフェンシブハーフ、センターハーフを中心にプレーする。2009から10シーズンに、ナポリのトップチームへ昇格し4試合に出場。2011年7月、セリエビーの FC、クロトーネーレンタル移籍2013から14シーズンは、テルナーナカルジョで1年間プレーした。2014年9月1日、 再び、黒トーネにレンタルで加入した。2015年6月20日、黒トーネに完全一席。同年8月10日、エンポリー FC に期限付き移籍することが決定した。2017年1月18日に、セリエ B のフロジノーネカルチョへ、ローンで加入すると、レギュラーの座を確保し、試合の出場停止を除いて、リーグ後半戦全試合に出場。 シーズン終了後の同年7月11日には同クラブへ完全移籍することが発表された。ありがとうございます。